民謡保存会の皆様によります北方古謡どっしゃどっしゃをお送りいたします。北方古謡どっしゃどっしゃは古くから安楽寺境内で踊られてきました。その安楽寺は養老2年718年に太政大使が開基したと伝えられています。かつて北方は農業と漁業で生計を立てる半農半漁の村でした。その農耕や漁労などの力仕事に明け暮れる生活の中から労働家が生まれ、手振りがついて踊りとなり、源平合戦後の平安末期に北方に流れ着いた平家の落人や僧侶たちの手によって歌詞にも文芸的な題材が読まれたり、踊りにも優美な手振りが加えられて今の形になったと推定されています。どっしゃどっしゃという掛け声は調子づけ、掛け声であるという説もあれば、平家の落人と村人たちの間に交流が生まれ、互いに同じ信仰と志を持つようになって、その同心や同志やから変化したという説もあります。いずれにしても1000年以上も前から北方の地で歌われ踊られてきた私たちのふるさとの大事な古謡です。平成6年に県の無形民俗文化財に指定されています。それでは今宵の方はよろしいでしょうか。じいちゃん、おかもても
Yeah.